おはようございます。朝です。朝だ。ヤスルパンさん、かわいいギフトありがとうございます。ミキヤくん、クマ、おにくま、ありがとうございます。ウドムさん、タワー、ありがとうございます。タワー、お話し会よろしくお願いしますって。よろしくお願いします。まだまだだけど、4時半だったっけな。まだまだですが、お話し会は。あ、春夢さん、タワー、ありがとうございます。春夢さん、ありがとうございます。4時半、お話し会前にご飯炊きます。お、えらい。今日は私はお弁当だ。自炊しなくていい。やすべえさん、ありがとうございます。落花生、おはよう。そう、今日は自炊なし。お弁当です。お、一個上がった。自炊生活始める、えらい。ぜひ始めてください。おはよう。おはようございます。何時に起きましたか、みんなは。おはよう。7時、早い。6時、早い。おはよう。早いですね。3時、激早じゃん。ほぼ夜じゃん。先ほど起きました。私もだよ。私も先ほど起きましたよ。しかもおはようツイートをして、絶妙に時間あったから寝るか寝まいか迷って、おはようツイートをしてからも寝ましたから。私、朝の30分ってめっちゃ大事。46分ぐらいに起きました。さっきです。STU48 の出身地はどこですか？愛媛県です。愛媛、四国です。四国、そう。朝の30分ってめっちゃ大きいよね。じゃけん
起きとくんやなくてもう一回寝ようと思って8時10分ぐらいから、あ、今眠くない、もうコンタクト入れたんで目がガンガンです、もう起きてますよ。うどぶさん、レインボースターありがとうございます。ガンガン、もう一回起きたらガンガンなの、私はベッド出たらガンガンです。仕事の日はギリギリまでお布団の友達になってますね。ギリギリまで、あ、今日も宗幸さんが彼女出た、結婚してギフトありがとうございます。二度寝、おはよう。二度寝か、でもベッド降りたらもうめっちゃ目覚める、全然眠くない、眠気ゼロ。今日もコーヒーをさっき入れました、熱々、まだ飲めない、熱くて。豆はねまだ買ってないんですよ、豆。豆ってさ、なんかカルディとかで買うイメージあるけどさ、本当にカルディないからさ。どこで買う？キツネさん、お肉まありがとうございます。コーヒーと豆、コーヒーと豆じゃなくてコーヒー豆。あ、でも昨日コンビニ行ったら、あの後すぐもうすでに豆が半額だったんですよ。めっちゃ引かれたけど、豆節分のもう鬼のお面ついとるやつとかも全部半額、あられとかももうね、日付変わった瞬間に全部半額になる。ちょっと引かれたけど、でももういらないかと思って、めっちゃ引かれたけど。早い、多分日付変わる前から半額になってそう、もう売れないみたいな感じで判断して、10時11時頃には朝買った。マジまだあるかな。昨日私が買った恵方巻きは2月4日の午前2時って書いてたから、あ、もう過ぎてるか、午前2時って。ちゃん今朝食べてた、朝買ったんかな夜買ったんかな。今もまだギリギリありそうではある。おはよう。あ、2月4日の午前中だよね。じゃあもうあと2時間目とかか、2時間、賞味期限2時間前のおにぎり買うのはちょっと嫌だから、もういいや。おはよう。まあダメやな、
よう。値上げの波。おはよう。節分も終わりですね。終わりですねって思ったけど、まだあるんだね。そういや、節分ギフト。今気づいた。もう昨日で終わりかと思った。おはよう。まだ節分味わえますねって。そうね、明日までかな。目かゆ。おはよう。のり弁。懐かしい、のり弁にハマってた時期あったな。お弁当屋の。おはよう。今日から春ですね。立春でしょ。立春っていうものあれ。おはよう。X のトレンドに STU に規制があったね。みんなが配信してるからね。これ配信の共有みたいなのしたら STU に規制ってなるから。配信をツイートしたら STU に規制配信中みたいな。油そばは夏とかにハマったよね。夏かな。また夏のあんま食欲ないときにちょうどいい。あ、服部さん、タワーありがとうございます。おはよう。ありがとうございます。話し会は来ますか。そう、油そばハマってた時期あったけど、夏だな。夏のなんかレッスン帰りとかに行ってた。こぶちゃんセブンさん、レインボースターありがとうございます。今ハマってるものは、私がハマってめっちゃ食べて飽きる人なんよ。ハマったらもう毎日毎日食べてパッて飽きる人。まあ大体の人間がそうだよね。今ハマってるものは何だろう。ハマってるものは今ないかもしれない。オレンジジュースとかかな。毎日飲んでるとしたら、オレンジジュースちょっと飲みすぎな気する。血液がオレンジジュースになってきてる気する。控えなきゃ。鮭、鮭ちょっと食べたいけど、あの最近は食べてない。ハンバーグは一年中好き。ハマってるっていうよりは好きな食べ物は1位です。愛媛に帰って美味しいハンバーグ食べたい。そう、なんか昨日も 500ml オレンジジュース飲んだ上にみかん3つ食べてるから、もうなんかドロドロみかんちになりそう。ドロドロみかんち、みかんのちです。オレンジジュースの
摂取量が。アイドルなのお手、アイドルです。見えないですか、寝起き。出品だからですっていう言い訳。おはよう。ファミレス行ったらハンバーグしか食べない。ファミレス。でも私もそうかも、ハンバーグ。普通の女の子がアイドル、まあ普通の女の子だからね、普通にアイドルだからといって普通の女の子です。おはよう。クマありがとうございます。背番号48番、背番号48さん、クマありがとうございます。クマだんごまなんだけど目は綺麗って、なんで私5歳下の子にそんなこと言って。だんごまなじゃないですよ。ピンだからですね。初めて言われたよ、団子バナって。なんで2005年生まれにそんなこと言われんといかんの。年下。年なんでわかるん、書いとるもんプロフィールに。翔さんありがとうございます。おはよう。ね、プロフに書いてあった。意外だね、なんか年下、5個も年下の子が5個も年上の人にそんなことを言うなんて。ね、年上の方に言われるんだったらさ、わかるけどさ、下に言われるのは納得しない。ここも。おはよう。あ、私の年齢を知らないのかな。一緒ぐらいに見えたんかな。それはある一緒ぐらいに見えたから気軽に言ってきたんかもしれん。2005年生まれだったら18、19、その辺だね。きちねさんありがとうございます。プレジョンさんありがとうございます。 Z 世代、 Z 世代っていうの。おはよう。カエル班長さんありがとうございます。まあ2005年生まれは本当だろうね。自分でも書いてること忘れてたし、なんでわかるの。おはよう。
名前も女子大生とか言ってたし、19だ。自分のプロフィール見た？でも大体初見さんが来たらプロフィール見る。どんな人だろうみたいな。次郎さん、落花生ありがとうございます。初めての人来たら。うどむさん、お肉まありがとうございます。初見でバンバンコメントしてきたりとか見るかも。おはよう。写真集見たいですって、ありがとうございます。何も書いた記憶ないです。何もないね。何もない。あ、自分のプロフィール何書いてたっけ。あなたも何もない。何もないね。何も書いた記憶ない。ないです。ないです。みんな書いてないね、意外と。何書いたか覚えがありません。あなたは書いてるよ。何もないです。写真も何もないじゃん。写真すら何もないじゃん。あ、確かに大抵貼ってない。あっちだ、貼らなきゃ。ちょっとテロップにしとこ。次の時間字枠12時かな。プロフィール編集しづらすぎて。本当だ、懐かしい名前が。次から貼りましょうね。そうなんよ、こっちでやってしまったわ。もう三脚が足りてるからさ、どっちでもすぐできるようになってるんですよ。私の部屋、配信がもう配信に適した部屋みたいな感じで、すでに三脚がスタンバってて、どっちでもできるんですよ。どっちにも作ったらいいんか、大抵。あっちでもこっちでも2本三脚があるから。充電器も 2箇所にあるんですよ、あっちとこっちに。だからラパンさん、タコありがとうございます。タコ、プロフィール書いてみた？ほんとや、早いね。後ろに貼るね。そうなんや。次持ってくるわ絶対。ちょっと今取りに行ったら、まあ、取りに行けるけどさ、ペンと紙もないわ。イベント最終日が毎日配信1500日なんですねって。そうなんです。金曜日
金曜日です。おはよう。プロフィールつけ出した？おはよう。あ、これ耳あるやつか。この服めっちゃ厚い、超分厚い件かな。激熱、汗かいてきた。あ、ゆずりえさん、かわいいギフトありがとうございます。久しぶりだ。モコリカ、暑い。あ、めっちゃ暑い。このパジャマ、肌がもちもちすぎて幼く見える。イエーイイエイイエーイ。おはよう。フードするね。そう、暖房つけっぱだから25度。今日は晴れてるね。ちょっと最近雨が多かったみたいだけど、今日は晴れ気味ですわ。可愛いパジャマですねって。パジャマではないんだけどね、これめっちゃ分厚いよ。すごい、なんかジェラピケより厚いかも。すごい、フードを出すときはおでこを出すと、違う、フードをかぶるときはおでこを出すと開運につながる。何それ、おでこ見たいんですか。雨降ってる、マジ？こっちはね、晴れ気味です。そう、暑くて今私の部屋25度あるので、おでこ見せませんよ。パジャマではない、部屋着です。これはね、晴れ気味だよね。腕細い、やった。これ上げとうけんじゃない。え、あったかい。25度。いやでもあっちは寒いですよ、多分17度とか。あっちこっち暖房つけっぱなんでね。消してますか、寝るとき。乾燥してる。でも20度、湿度よくないね。加湿器つけなきゃ。加湿器つけてーって。そう、そんなに違うんです。不思議でしょ。あ、寝るとき消してる？えらい。そうだね、一回消そうかな。一回というか、もう消そうかな。15度。ああ、電気毛布だけで寝てる。えらい。私も寒すぎて、なんか最近暖房つけて電気毛布も寝てるからダメだと思うわ。暖房24時間つけてる。家出る時だけ消す。ミニマロンさん、アイスありがとうございます。家出る時は消してる。買い物行ったり、
まあ1時間以上は絶対帰ってこんって思ったら消してる。おはよう。ワイも同じね。暖房にあの電気毛布めっちゃいいよ。どこ何が一緒なんやろ、つけっぱのやつが。でも今いらない気してきた。消そうかいな。おはよう。ピーピー。次は12時です。その後はもう夜なので、次12時、約2時間後です。何しよっかな。まだまだね、まだまだなんですよ。だからまだメイクはしない。お仕事、家を出る時間まだ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 なので、買い出し行く。行ってらっしゃい。おはよう。乾燥するのが嫌だ。いいね、気にしてて。私何も気にしてないや。まあ、気にしてるんだけどさ、加湿器って定期的に水入れんとさ、なくなるけんさ、すぐ。モチベがあるときはめっちゃ入れるけど、もう大義ってなったら入れない。まだ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 。服部さん、地球グマありがとうございます。お肉マもありがとうございます。乾燥したら喉やられる。確かに。いやでも喉強くなった。今日はやられてない。水がね、なんか一晩持つけど毎晩入れなきゃいけないからね。一晩でなくなるよね、いっぱい入れても。だからもうなんか途中でなんかもう今日はめんどくさいって時はもうつけない。サムさん、落花生ありがとうございます。そう、乾燥に強くなった。乾燥に強い体が出来上がりました。ね、いや、手入れが面倒で買いすぎ買ったことない。私も実家で加湿器使ったことなかったんですよ。乾燥を感じ始めたのが一人暮らし始めてここ数年です。よく今まで加湿器なしで暮らしてたなーって思いますわ。20年。そう、こっち側そう、広島に来てから乾燥を感じ出して、まあ、ここ数年特に確かに乾燥してるのもあるのかな。20年ぐらいは気にしなかった。生きていきます。耳ついてた。チーカーの耳ですね、これ。チーカーの耳です。ミーフィー、目かゆ。ミカちゃん、おはよう。おはよう。
足や顔のカサカサがなくなりました。加湿器。私はもう乾燥に強い体になってるのかも。あと3分。あ、マンション乾燥しやすいんだ。なるほど。お腹鳴った。お腹空いたな。起きたらお腹空くんだよね。起きなかったら空かないのに。困った。落花生ありがとうございます。サムさん、メンホーゲンナさん、クリームとかで保湿してますかって。クリームはしてないね。乾燥に強いかも。でも化粧水とか寝る前に。昨日の豆あるよ。お腹すいたなら昨日の豆割って。あと2分ぐらいかな。そろそろ団長読もう。まだあるよ。だって途中でやめたじゃん。ここでやめますって。では団長読みます。13位、しぐれさん。12位、プレジョンさん。11位、サムさん。10位、こぶちゃんセブンさん。9位、きちねさん。8位、みきやくん。7位、ゆずりえさん。6位、やするぱんさん。5位、背番号48さん。4位、やすべえさん。3位、はるゆめさん。2位、はっとりさん。1位、うぞむさん。ありがとうございました。おはようメール、おはようメールもう打ったよ。そろそろ届くんじゃない。配信前に打ったから。あと2分だね。次は12時です。お昼に会いましょう。可愛いが補給されました。ありがとうございます。おやす？寝るの？わお。ワンピース始まってるって言ってたよね。テレビ見ようかな。日曜のこの時間テレビ見るの超久しぶりだ。ってことで、あと20秒。メールまだ？結構遅いね。ってことで次12時です。またねー。